山崎桃子は日本の総合格闘技選手。フリー。中学生の時、転校をきっかけにいじめにあっていたが反撃を開始。喧嘩に明け暮れ、2014年からはザ・アウトサイダーに参戦。2勝3敗の戦績を残し、本格的にプロ格闘家を目指すためディープジュエルズに参戦。アマチュアルールの3試合を経て、プロに昇格したが、デビュー戦で肩を脱臼して、 川村効果に TK を負け、手術とリハビリを経て、今年6月に復帰すると、組で圧倒し、プロ初勝利を挙げた。2020年3月15日、コンビニエンスストアにおいて、酒に酔っていた男性に突然絡まれ、さらに愛車を蹴られるなどしたため警察に通報した。男性がその場を去ろうとしたため静止させようとしたが、その際に男性が、 ビール瓶を振り回すなどの暴行を加えたために、額を切り、目を負傷した。山崎は、自身が、プロの格闘家であることを自覚していたため相手に、攻撃することはせずに抑えるだけに止めていたという。翌16日、病院で検査したところ、右目網膜に2箇所穴が開いた、外傷性網膜劣行と診断され、レーザー治療を施した。術後2週間ほどの安静が必要であるという。 ありがとうございます。